中村春吉中村春吉3月から1945年2月は日本の冒険家。自転車による世界一周無線旅行を実行した。広島県豊田郡みたらし町出身。20代までの経歴は資料によってまちまちであり、正確なところは半然としないが、1893年頃にハワイに移住し1897年に帰国したという点は、 多くの資料に共通している。帰国の翌年、下関で馬ン忍耐青年外国語研究会という英語塾を開く。これには500人ほどの塾生が集まったが、外国人教師と生徒との間で対立が起こったことから閉鎖。塾の閉鎖後、海外貿易に携わろうと思い立ち、その前段階として海外事情に明るくなるため世界一周旅行を。 計画する。1902年、自転車による世界一周無線旅行に出発する。ただの旅行ではなく無線旅行であったのは、費用の問題と無線旅行での世界一周は前例がないがために意義があると考えたためであった。横浜港を出港して後、中国、シンガポール、ビルマインド、イタリア、フランス、イギリス、アメリカと経由して、1903年5月に帰国した。 春吉の旅は各国の新聞で報じられ、フランスの新聞では東洋の猛獣と報じられた。この旅行の様子は冒険小説家の押川春郎の編述によって、中村春吉自転車世界無線旅行という一冊にまとまっている。世界一周無線旅行から帰国して、あとは一緒に長くて住せず、満州などを転々とする生活を送っていた。 1910年7月に、白瀬信の企画した南極探検の意義を示すとともに、その総教を応援する演説会を開いた。演説会は大盛況となり、学生や招かれた各界の名士によって、南極探検講演会が組織された。対象に入った頃からは、冷道法という精神的技術の普及に努め、1925年には、 東京市四谷に中村霊道治療所を開設。1928年に治療所をモンテに任せ三太良市町へと帰る。1945年2月、永民1952年5月、モンテらの手によって三太良市東天馬宮境内に霊道法の祖中村先生記念碑混流。世界一周無線旅行の途中、春吉はアルプス付近の宿で、 憲兵巡査数人から無政府党員、もしくは軍事探偵の権威で取り調べを受けている。帰国後の春吉は、日露戦争の前後という時期に、満州や朝鮮と日本との間を何度も往復している。これについて、春吉は、軍事探偵の命を帯びていたという説が当時からある。春吉自身はこれを否定しているものの、 同時に、神明を落として目指す敵国の勢力範囲に飛び込んだ。我々、単に飴を打って生活していけばいいというものでもない。そこはあらかじめ水量を願っておくとも述べており、これは暗に自らの立場を語っているとも取れる。また、冷道法の門弟であった、石川清浦は、先生は、大熊公や、その他当時の政府関係の人たちの内名で、満州に行かれた。そして、 各国語が達者なために随分危険を犯して大きな役目を果たされたということでした。それで大熊さんや常並さん、野木さん、上泉さん、東山沖菜などに非常に愛されていられたが、全て表の仕事でなかったために表立って報いられることなくと語っている。横田淳也による秘境探検小説。中村春吉が世界一周無線旅行の最中、世界各地で 次々と SF 的な怪事件に遭遇するという筋書きで1989年から1995年にかけて短編6作、長編2作が執筆された。短編は最初の4作が幻企業中村春吉秘境探検記に収録された後、草加三蔵編幻企業完全版に全6作が再録された。ありがとうございます。